添島マックスでーす。健吾さんでーす。今日は今からですね、フェリーに乗って大阪の南港から北九州門司港まで、新門司港かな、新門司港まで旅をします。今日は大晦日、12月31日です。健吾さん、ちょっと実家の長崎にですね、健吾さんと帰省しようということで2人で行くことになりました。もうすぐフェリー乗り場にね、着きますね。あった、ほら、新門司木田原夏も寒いので隠し4時50分、今の車後ろ止めてもらって、時間大丈夫？時間は余裕、大丈夫です。車検証とネットで予約をしたんです。持ってきました。ターミナル行こう。おお。ターミナルへ今行きます。ここですね、名門太陽フェリーですね。4時50分なんです。乗船券をいただきました。新門司行き1便です。車1台と、大人1人で14,400円です。ね、健吾さん子供だから2,600円。よっしゃ寒い寒い寒い。コーナー行きましょうか。はい、右の方でお願いします。右、こっちです。こっちで、はい、はい。乗ります、フェリー乗ります。すごいぞ、新門司行きです。クジラの口だクジラの口だね。食べられるよいしょ。怖いよ怖いよ。おー、ガタ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 、いやいやー、よいしょ、生まれた。はい、入りました。あ、大きい。空母ってこんな感じなんだろうね。今車を置きました。あそこから入ってきて車をね、置きました。これからあのキャビンの方に行きます。行きましょう。ケンさん大丈夫？後ろに2ついる。いますね。ついてきてください。フォローミーフォローミー。こっちかな。はい、お客様入り口があります。はい、行きましょう行きましょう。行ってください。上がって行ってください。すごい探検してるみたいだね。あ、ちょっと揺れてるね。半端ですね。あー、すごいね。うわお。あー、綺麗。すごい綺麗。すごく綺麗な夕焼けです。ケンさん、すごい綺麗ね。登っていくのが大変でした。ケンさん、ちょっと興奮してますね。少々お待ちください。ご案内します。はい、お正月仕様になってるね。今、案内していただけると。場所を決めますけど、どうしましょうか、どこへ行く。あ、そうですか。なら、その2つも行きましょうか。そうですね、こっちの端っこにでも。2等客席を案内していただきまして、ここに一番乗りです。健吾さんの端っこの方に、陣取ることにしました。以上集合場所。風が冷たいけど気持ちいい。夕焼けがすごく綺麗です。これから新門司港に向けて出港です。あと多分20分ぐらいで出港になると思います。大晦日12月31日。いやー、このような年の瀬になるとは思いませんでした。綺麗な夕焼けを見ながら2012年をちょっと振り返ってみようかなと思いましたけども、寒いのでやめます。フェリー乗るの久しぶりです。ちょっと楽しみ、ウキウキしています。ここでございます。降りてください。ほら、こっち行ってみようか。うわー、綺麗な夕焼けだね。窓ガラスないやん。ないよ。キャンさん、今からお風呂行きましょうか。お風呂行きましょう。あ、じゃあお風呂行きましょう。これお風呂なんですね。これお風呂です。今ね、お風呂にね、入ってきましたよ。お風呂からね、海が見えるんですよ。
気持ちいいわ。風呂上がりの健吾さんです。気持ちよかった？うん、はい、お風呂に入ってきた健吾さんと副島くんです。明けましておめでとうございます。今1月1日のですね、4時40分ぐらいです。新門司港に着きました。もうちょっとしたら降りることができるらしいので、ちょっと今待機している状態です。今からですね、車両交換が開いたということなので、車を置いている場所に行きます。こういう部屋でゴロゴロ寝て新年を迎えた2013年です。よし、はいはいはい、入って行って行って行って、気をつけてね。大丈夫ですか、健吾さん。これに引っかかった。大丈夫ですか、健吾さん。よいしょ。よいしょ。九州上陸です。外暗い。どん、どん、夜だね。夜ですね。はい。健吾さん、船の中で思わぬ出会いがありましたけど、名前なん。ネギシ君。確か。同い年？いや、4年生。1個上。知り合った。すごいね。住所交換したんだよね。なんか手紙出してあげたらいいね。さっきはすっごい真っ暗でした。そうだね。だいぶ明るくなった。結構な雪景色ですよこれ。道路はね、車が走ってるから溶けてるけど。雪だよね。うん。夜明けです。初日の出。初日の出が見えましたね、健吾さん。よかったね、見えたね。2013年の夜明けです。初日の出です。車の中から見えました。よかったね、健吾さん。